こっち回しました。OK ですか？はい、OK です。はい、音合わせます。簡単な自己紹介お願いします。大阪で霊気教室と占い教室を運営しながら霊視鑑定を生業としている孔明と申します。で、孔明という名前は、商標登録を取っておりますので日本では僕一人になります。霊気自身の、商標登録も、孔明霊気という名前で商標登録済みです。ではよろしければ経歴を教えてください。どんなお仕事に就かれてたんですか？木造建築大工、レストラン経営をしていました。レストラン経営の時に出会ったお客様の中に子宮筋腫があるということで手術をする前に霊気ヒーリングをしたところ腫瘍の一つがきれいに治り担当医が首をかしげたということが起こりました。30歳から本格的に霊視鑑定を始め約1万2000人以上を鑑定してきたと思います。で、芸能人の方も、多数鑑定させていただきました。では占いと霊視鑑定はどのような違いがありますか？占いは生年月日、名前、性別、または血液型、事前に情報を与えられてから鑑定していくものなのですが、霊視鑑定は事前の情報なしで鑑定を始めていくことが大きな違いだと思っています。霊視鑑定とはどのようなものですか？魂を知覚して鑑定をするものです。霊視鑑定は神秘性や霊的なことを強調して怖がらせるようなことはありません。霊的な現象は日常的に起こるという観点から論理的にお伝えするようにしております。どのようなお悩みが多いですか？恋愛、仕事、お金の悩みが多いと感じます。女性6割、男性4割、そのぐらいの比率になります。現在、この社会的な要因が原因で、お悩みも深刻化しているように感じます。霊視との出会いを教えてください。霊視鑑定を始めたきっかけになりますが、自分の未来を知りたいという気持ちがありました。ある時、自分自身に起こる未来予知のような映像が見えたことがきっかけになります。具体的には、この人にお金を支払った時、支払ったお金がどのような人を介在して最終的に生き金になるか死に金になるか、そのようなことが見えたり、いくつかの選択があった時に、この選択が起こる未来とこちらの選択を選んだ時の未来と、その通りに自分自身の物事が起きたりとかすることが日常になったことがあります。で、最終的に未来予知が日常的になってくると、結果的に物事を等身大に見てあるがままに生きることが大切だと気づくようになりました。もし孔明先生が霊視と出会っていなかったら今頃どうなっていたと思いますか？考えたことはありませんが、おそらく鑑定の仕事はしていないと思いますし、おそらく今でも
人生に迷っていたんじゃないかなと思います。鑑定後のお客様の様子はどうですか？つきものが落ちたように表情がすごく明るくなっていく方が多いように思います。お客様の、いただいた言葉の中に心の選択ができましたとか、心強くなりましたとか、新しいことを今から始めますという希望に満ちた言葉をいただくことが多いです。では霊視鑑定の流れを教えてください。鑑定室に入り、その中でお客様自身がソファーに、座っていただきます。約30分後に鑑定書をプリントアウトしてお客様にお渡しします。その鑑定書の中には前世、守護霊、現在の運気の流れ、オーラ、それらを記載しています。その後お客様からご質問をいただきまして、細かく質問に対して霊視していきます。で、質疑応答した内容の紙も全部すべてプリントアウトしていきます。そこで鑑定が終了となります。では霊視鑑定の強みは、他の霊視鑑定士さんがいてると思いますが、孔明先生ならではの強みは何ですか？現実的な回答をまずお伝えするようにしています。次にどう行動すればいいのか、具体的な改善策をお伝えすることが強みだと思っております。特に緊急を要する悩み相談に関しては即効性があると信じています。すぐに霊的な観点から芸術的な問題を解決させていきます。弁護士さんとか人脈も多数ありますので、必要なことがあればその方をご紹介させていただいたりとかすることもあります。あとは鑑定書をすべてプリントアウトしてお渡ししますので、鑑定終了後もお客様自身が見直し、そしてまた新しい気づきを得ることができると思っています。ではどんな方におすすめしませんか？素直ではない人にはおすすめいたしません。例えば反省しない人、感謝しない人、イライラする人、人のせいにする人、愚痴を言う人は自分自身の人生の責任は自分自身であるということを理解してないです。そのため他人を責める傾向が強く、自分で改善しようとする気持ちがありません。自分で改善しようとする強い気持ちを持っている人は霊視鑑定にはおすすめだと思っております。では逆にどんな方におすすめしたいですか？即効性を求めている人、例えば大金を短期間で稼げると信じて風俗の仕事に就いた人が現実を知り、辞めたいと思っても辞めることができず、生活を変えたいと思っても変えることができず、未来への不安が募った方で、即効性を求めている人にはおすすめです。人生を変えることができる知恵が霊視鑑定の中にあるからです。全部一応メモしてるんですけど、はい、後でそこだけ取り直しさせてもらいます、はい、じゃあ14の質問からいきます。これ聞いてからいきましょう。
一応、どんな人におすすめしませんかのところに、はい、クラクション音が入ってるんですよ。なのでそのクラクション音から撮りたいんで、一回これ止まったんで、じゃあ止まってますよ、ね、あ、カメラは回しっぱなしです、うん、ただあのカットしたら大丈夫なんで、うん、あの結構あの飛んでたところがご質問の中でいくつかあったなと思ったんです。あ、回答がですか？質問がですね。あ、質問が、質問飛んでました。あ、結構飛んでました。2つ飛んでた、ね、で、ちょっと僕パッと行ったんで何番ですかね。もう一回最初から行きましょうか。そうですね、ちょっと一回ちょっとこれをまた同じものをあの、はい、千代さんに LINE しますの方が多分更新しちゃってると多分もしかしたら同じものの方がいいかなと思うので、ちょっとお待ちくださいね。僕も教えるとこの